はい、こんにちは、久保です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。はい、初めての方は、はじめまして。このチャンネルはですね、経済、投資、トレードの発信をしてるんですけども、このチャンネルを見ることで、それらが詳しくなってさらに利益を上げていけるというような、そんなチャンネルをですね、目指して頑張って更新してますので、今後ともよろしくお願いいたします。さて、今日は7月6日の火曜日、11時45分に今収録をしてるんですけども、まあ、気になるニュースや、あとはチャートのビットコインのですね、今後吹き上がる可能性がある、それを示唆するようなデータっていうのがあるので、それをお見せしたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。で、この今出ている画像なんですけども、これは何ぞやという、簡単に言うと取引所にですね、あるビットコインの数量なんですけども、はい。この緑の線がビットコインの、ラインチャート。はい。で、このピンクがですね、取引所に置かれているビットコインの数量なんですけども、これが高いとですね、要は売り圧になるんですよね。なので価格にはマイナス。で、低いと売られるものが少ないので、売り圧が少ないということで価格にはプラスに働くという、そういったグラフになっています。で、今を見るとですね、今、だいぶ少なくなってきて、その売りたい人はもうこの辺で売っていたと。で、もう売るのが少なくなってきているよということがこれでわかる。で、つまりその、何度もですね、レンジで下は硬いですよというのをお話してるんですけども、それも、そういった、まあ、これチャートを見たりしていれば、それは分かったかと思うんですが、このグラフから見ても、まあ、取引所に置かれているビットコインっていうのは少なくなって、要はこれここで買った人はですね、もう売る気はないということで、要は売った人がいるから、買った人もいるわけじゃないですか。はい。で、じゃあ、ここで買った人たちっていうのは、取引所に置いておかずに、外部のアドレス、ウォレットに、移してるっていうことなんですよね。で、それは、じゃあどういうことかというと、その取引所から、ハードウォレットとか、まあ、そういった、もうしばらく売る気がない、長期で考えてるような人っていうのは取引所に置いとかないで、そういうところにですね、しっかりと、保管をする傾向が強いわけですよね。なので、まあ、しばらく、売ることがないということで、この数値っていうのが、下がっていって。で、逆にここが、ボーンと跳ね上がったりしていくとですね、売り圧になり得ますので、そこは、ウォッチの必要がありますので、覚えておいていた方がいいと思います。はい。で、では、チャートの方を見ていきたいと思うんですけども、はい。昨日の動画はですね、このトライアングルですよと、直近は。で、もうちょっと長いレンジで見たら、このボックスのレンジですと。で、さらに、長い期間で見たら、下げトレンド中の戻り高値、ここは抜けてないですよと。なので、本格的に、どんどん上がっていくっていうことになるには、まずここをですね、突破しないといけないです。42,500ドル。はい。何度も言ってますけど、ここを突破して、明確にこう抜けてったところの戻りっていうのは、かなり、買い場。で、まあ、みんな狙ってる。プロはみんな狙ってるポイントになると思います。はい。で、ちょっと、直近の動き。で、ここのトレンドラインですね。ちょっと割れたかに見えるんですけども、これね、怪しい。例えば、まあ、こう引き直した方がいい可能性もあるので、まあ、しばらくもうちょっと様子見がいいと思います。これで割れたからって言ってショートでついていくっていうのは、危険です。はい。で、昨日の動画でも話した通り、ここのゾーンっていうのは、すごい硬いです。で、週足ベースで、週の、終値ベースで、必ずこの辺までに戻してるんですよね。はい。なので、この辺っていうのはすごい変わりやすいです。ただ、このラインっていうのを割ったら、短期的に、売りが加速していくっていう可能性あるので、すぐには買わない方がいいですと、時間をかけて、こう、拾っていくという形がいいですよというのをお伝えしました。その、見解は今も変わっていないです。はい。で、もうちょっとニュースの方を見ていきたいと思うんですけども、
ビットコインネットワークの 56% が再生エネルギー利用ということを、その BTC 採掘評議会と、まあ、マイニングの、関連団体なのかな、が言っています。で、これ何が、この 56 っていうのは大事か、なんで 56% っていう数字が出てるかというと、テスラがですね、環境に悪いからって言ってビットコインのその支払いを中止したわけなんですよ。で、50% 以上の、再生可能エネルギー、再生エネルギーによって、再生エネルギーの利用率ですね。そのマイニングするときに電力を使うわけなんですけど、その 50% 以上が再生エネルギーによる、マイニングじゃないと、ビットコインの支払いは受けないよと、受け付けないよと、再開しないよと言ったんですよ。イーロン・マスクさんが。はい。なので、今、割と注目されている、トピックスなんですよね。で、この 56% 実は僕はね、眉唾だと思っていて、まあ、このマイナーたちのその団体がアンケートを取って 56% ありますよって、まあ、言ってるだけで、実際にその、なんていうかね、まあ、全部調べることあって不可能なわけじゃないですか。なので、まあ、圧倒的にこの数字ってのが、まあ、ここはその関連団体が 56% ですって言ってるだけっていうのが、まあ、僕も含め、まあ、世間的な見解なので、これが圧倒的な数字になってこないと、そのテスラとかが再開、受付を再開しない。で、今その、環境問題に関してかなり世界は、なんですかね、まあ、そこを無視せざるを得ないという状況になっているので、で、企業がですね、本格的に、まあ、買ったり、参入してきたりっていうのは、まあ、今年からあるんですけども、それがさらに加速していくにはですね、再生エネルギーの利用っていうのは、トピックとしてかなり重要となっているので、これも、ウォッチし続けた方がいい要素です。はい。あとはですね、まあ、昨日ちょっと下げた原因っていうのが、まあ、おそらくこれだろうというのが、イギリスのバークレーズ銀行って有名な銀行があるんですけども、この銀行がバイナンスの送金サービスを停止ということで、で、まあ、バイナンスをめぐる、まあ、国とバイナンスの、その、やり取り、締め付けっていうんですかね、っていうのは、まあ、昔からあるんですよね。仮想通貨長く携わってる方は、まあ、よくご存知だと思うんですけども、はい。で、まあ、またかということなんですけども、まあ、これが出るたびに、まあ、ちょっとやっぱり反応はすると。ただ、ま、それでね、ずかずか下がっていくっていう状況でもないのは、先ほどのその取引所にですね、ビットコインが少なくなってるという、まあ、状態からもわかる通り、今その2万8000を背にしたところで、現物なり、あとはデリバティブも、相当買われているので、はい。で、まあ、ちょくちょくこういったそのバイナンス関係の、まあ、ネガティブなニュースが出て、まあ、下げながら、今、時間を過ごしているという感じなのかなと思います。はい。で、もう一つ、ビットコイン ETF がですね、2021年第3四半期に承認される可能性があるということが、米証券取引委員会の SEC の、最高権威者、エスターさんっていうんですかね。で、ビットコインの ETF の承認を先送りし続けることは良くないと考えを示したことで、第3四半期にビットコイン ETF が承認されるかもしれないと期待が高まっているということなんですけども、これはね、ないと思います。第3四半期っていうと、7、8、9ってことですよね。なので、あと2ヶ月間のうちに、承認されることは、これはちょっと期待甘すぎじゃねっていう、感覚ですかね。はい。で、ビットコイン ETF がなぜ、まあ、いずれはされると思うんですよ。で、それは今年の、7、8、9月ではないと。うん。もう、めちゃくちゃ早くの年末ぐらい。2021年の年末。で、まあ、2022年にあったらいいかなという感覚です。はい。で、まあ、これぐらいのね、数の、ETF の承認を今、待っているという状態なんですけども、まあ、いずれは必ずされます。で、これが、ビットコイン ETF がされると何がいいかというとですね、機関投資家、年金とか、保険会社とか、まあ、そういうところって、まあ、
今普通にビットコイン買えないんですよね。規制っていうのがしっかりとしていないという状態なので、ETF っていうのはその規制がしっかりした状態じゃないと必ず出来上がらないものなので、そこにそれが ETF がですね、アメリカでですよ、ETF が、ビットコインの ETF が誕生したら、機関投資家のお金、本当に何億とかいうレベルじゃないです。何千億っていう、レベル、超っていうレベルのお金が、こう、ドカドカドカッと入ってくるんですよね。はい。で、そうなると、今のビットコインの価格3万3千ドル、4千ドルっていうぐらいの価格っていうのは、もう、二度と拝むことができなくなる可能性があります。はい。で、今日はですね、1個目が、これですね。はい。ビットコインの、取引所にある数量っていうのをウォッチすることで、今、売り圧が少ないということで逆に、上がりやすくなるということがわかると。あとは、最近注目されているのが再生エネルギーの、に関して、このパーセントっていうのが、50% を超えたらテスラが再開すると、ビットコイン決意を再開すると言ってるんですけども、このニュースでの 56% っていうのはちょっと身内の出してる数字なので、持ってるのかなっていう印象がある。ただ、この再生エネルギーの利用というのは、かなり、キーワードとなってるので覚えておいてください。で、あとはビットコインの、承認がですね、待たれてるところなんですけども、第3四半期。今年の7、8、9月はまずないでしょう。はい。早くて年末、から、来年の2022年中にあれば、同じといったところじゃないかなと思います。はい。あとはバイナンス関連のですね、ネガティブニュースっていうのは反応すると思いますので、その辺も注意して、いただければと思います。はい。では今日はこんなところで終わりたいと思います。はい。こんな感じですね。日々相場の解説をしながら、トレード、期待値の高いポイントを、お話しして、あと僕がやってる自動売買とかのですね、結果を共有しながら、あれですね、人生相場トレードだけじゃないんで、もう、家族とか、自分のね、やりたいこととかやるっていうのはすごい本当に、大事となってくる。そのためにはね、お金は必要だっていうことにはなるんですけども、そこだけ、近視眼的にならずにですね、自分の幸せ、周りの幸せを考えながら、日々、僕はそういった、信念というか、哲学を持って、生きているので、そういう観念から、この発信っていうのを続けたいと思ってますので、はい、今後とも、よろしくお願いします。はい。で、LINE 登録してください。YouTube ではですね、話せないような情報っていうのを発信、していきますので、まだ LINE 登録されてない方っていうのは、ぜひこの機会にしてください。はい。それでは、今日も、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。